ます。今日は、2月の15日なんですけど、今朝7時ぐらいです。で、今からね、このロフォーテン諸島の結構まあ有名な撮影地なんですけど、まあ、昨日も来たんですけど、そこで撮影をしたいなと思っています。で、今いるのが、バス停、ここ今バス停なんですけど、この後ろにある、橋の真ん中辺からね、山を入れて、でちょっと家を入れて撮影をするような場所になるんですけど、早速今から撮影していきたいなと思います。で、昼間はね、結構観光客の人とかもすごく来て混み合うんですけど、今は我々しかいないような形でいい感じです。で、だんだん東の空がね、明るくなってき始めていて、光もすごく綺麗な感じで、で、あとはね、雲が適度にあっていい感じに映ってくれることを期待しながらやっていきたいなと思っています。ということで、今日もよろしくお願いします。はい、ということで何枚か撮影することができました。で、今明るくなってきてだいぶ人が増えてきましたね。で、我々は撮影がもう結構満足したので、次の場所に移動したいなと思います。ああ、寒かったな。じゃあ次の場所に移動します。はい。めちゃくちゃ人が来ました。ということで、今ちょっとあそこの鉄塔にね、登ってきたんですけど、結構ね、上から見るとやっぱり違う構図で面白い角度から見ることができるので、ぜひあそこ登ってみたらいいんじゃないかなと思います。ということで、朝早くから活動したんですが、この日の朝撮れた写真はこんな感じです。朝の撮影には満足したので、この後ガソリンスタンドで給油をしたり、スーパーで食材の買い出しをすることにしました。英語ってないですか？あー、おいしい。Thank you very much. Thank you.地元の人たちはとても優しくて、なんか困ってるといろいろ教えてくれたりとか、とても親切にしてくれて本当にありがたかったです。基本的に海外滞在中の食事は食パンとラーメンですね。一旦宿に帰ってご飯を食べてから、また午後撮影に出かけることにしました。今からあの山に登ります。ちょっと天気がわからないんで、ちゃんと上までいけるかわかんないんですけど、下見も兼ねて今からちょっと登ろうかなと思っています。とりあえずこのクバウビカとこに2キロまで行こうかなと思います。山の方で、こっちに行くと、海岸の方っていう分かれ道のところで今いるんですけど、ちょっと先に行ってたノブさんがどっちの道を行ったのか分からなくなってしまって、一旦ここで待つか下に降りるかちょっと今悩んでます。結構ね、今天気があんま良くないっていうのと、
あ、見てても明らかにあの辺曇ってるんで、ちょっとね、進もうかどうか悩みます。じゃあ先に進みます。下にいるんじゃないかなということで、下に降りてみることにしました。結構雪がね、あるんだけど、斜面が急だから、今チェーンスパイク履いてるんですけど、それごと滑っていってるような、こんな感じですね。今ビーチの方に向かって降りてるんですけど、これ降りられるけど、あと登るのがね、こんな感じで結構大変そうです。一旦でも降ります、頑張って。ノブさんを発見しました。ここのここにいます。今から合流します。滑落してどうすんだは一応目的地になります。上がゴールだったんですけど、今日はもう暗くなっちゃったっていうのと、あと下も結構良さそうなんで、今日のところは下の写真を撮って、また明日以降ここに朝からねチャレンジしたいなと思います。ということで一旦降ります。はい、ということで今ね、そこの海岸で写真を撮ってました。今日撮った写真はこんな感じになります。はい、で、ここに来る途中、宿から車でこう移動してきて、ここのね、ビーチに来るためのトレイルヘッドのあるパーキングに車を止めてきたんですけれども、そこから歩いて、1時間半くらいかかってここのビーチまでたどり着くことができました。道中ね、いろいろ写真を撮ったりとかしてたので、その時間もあるんですけど、雪も積もってて結構歩きにくかったので、ゆっくり進みながら来て、それぐらいの時間で着きました。ちなみに今ここにチェーンアイゼンをつけてるんですけど、それがあった方がいいなっていうふうに思いました。ところどころ岩肌のところにこう氷状になっていて、すごく滑りやすい状況になっているので、本当にこれあってよかったなっていうふうに思っています。で、あとね、冬山用のトレッキングポールがあるとすごくいいんじゃないかなと思います。今日はこんな感じで写真を撮ることができたんですけど、また明日以降宿に戻ってちゃんと計画を立てて、こっちの山に登って写真を撮りたいなっていうふうに思っています。ということで、また明日以降も Vlog を上げていきたいなと思ってますので、その時はよろしくお願いいたします。では